黒瀬川は、広島県東広島市及び、呉市を流れる二級河川、黒瀬川水系の本流である。広島県東広島市のほぼ中央に位置する、国蔵山に源を発し、並滝寺池から、東広島市内を、南流、呉市に入った後もそのまま南流し、呉市高田谷と呉市阿が南の境界から、時の台と注ぐ。流域台部分が、 東広島市、残り下流域が呉市が占める。上中下流域は以下の通り。1924年呉市都市計画図。右側の河川が黒瀬川であり、川口側に厚生大川、関東大川が見える。1945年米軍が作成した構築地図。フィルトレーションプラント、広ネーバルエクラフトファクテリーなどが確認できる。 江戸時代まで、この流域の中心地は、上流域の西条であり、山陽地方を東西に貫く古代山陽道、後の西国街道の宿場町、西条四日市を中心として発展した。この川のほとりには、時と和里塚が作られ、時と橋東詰めに一律か後として現存している。また、西条盆地は、豊かな国倉地帯であり、 良質な地下水と合わさって酒どこ所としても発展した。ただこの地は瀬戸内海式気候に属し降雨が少ないことから水不足に悩まされ、そこからこの流域には多数の灌漑用ため池が作られている。この中で古くから洪水の被害に遭遇しているが、江戸時代までの記録は不明。明治時代になると1886年海軍区が制定され、 クレチンジュフが置かれることになり、下流域のクレシが発展していく。その中で、クレシに送る市民用の浄水道と、さらに川口部に公海軍交渉が作られたことにより、軍用の水源として流域の開発が始まり、三栄水源地、二級貯水地、石打ち浄水場と整備されていった。自体も1932年から、 全流域で河川改修が始まった。終戦間際、その交渉はアメリカ軍による空襲の対象となり、クレ軍港空襲で被害を受けている。終戦直後である1945年9月、枕崎台風では、川口部構築において死者8人、流出家屋14個、浸水家屋142個などの被害を出す。なお、下流域の構築では、 後生大川と呼ばれることがある。これは、以前、神戸天橋上付近でに差し2つの川が存在していたことから。戦後、関東大川が全域で埋め立て開発によりほぼ消滅し、河川法制定後に2級河川、黒瀬川として登録された。戦後も、豪雨災害に伴う洪水被害に遭い、1962年7月随前線による大雨、 1967年昭和42年7月豪雨、1999年6.29豪雨災害などで、清水や家屋被害、農地干水が起こった。その度に行政による河川改修が行われている。酒造通り、広島大学東広島キャンパス。土地利用の大半が山林や水田などの農耕地である。その中で、 上流域の最上盆地が稲作地帯とそれに伴う酒造地、川口部が公開軍交渉からの流れを組む商工業地である。特に最上は昭和初期頃には酒と最上と呼ばれるようになり、独立行政法人種類総合研究所や酒造メーカーが複数ある。また、上中流域の東広島市は広島大学誘致後は学園都市として発達し、 人口増加傾向にある。川口部は、右岸側、阿賀マリノポリス地区、左岸側、高田谷地区、と近年港湾整備され工場誘致が行われている。黒瀬川水系の水利用は、農業用水と、浄水道、工業用水および発電用。以前は 3A 水源地、2級貯水地で取水され、石内浄水場で浄水された、浄水道用水も存在したが、 1997年に停止している。水質は環境省水質汚濁に係る環境基準において全流域で a 類型ただ近年の開発及び人口増加、下水道整備不備により上中流域では悪化傾向にある。これは蒸気石打浄水場廃止の理由の一つである。気候は瀬戸内海式気候に属出ゆ。 台風機に降雨が集中し雨量が少ない傾向がある。地質は流域全域が河口岩で占められ、上流域最上部付近で流門岩、上流域の最上盆地は、最上湖清層と呼ばれる、この地域特有の湖生体積物が見られ、川口部は風化した河口岩が堆積したマサドによる中石平野となっている。林層は、 広島県では一般的なものである赤松から荒かし群衆、赤松から裏城がし群衆など虹林で占められる。魚類は上中流域で及川川川むつ吉ぼり、下流域の二級郷では鮎が遡上し、川口部では極楽派生が生息している。特に中流域の湾曲部ではメダカや広島県レッドリスト入りである砂やつめが確認されている。 一方で三泳水源地や周辺のため池では外来種のオークチバス、ブルーギルが放流され在来種の生息を侵食している。以下、支流含めた全流域にある主な施設、継承地を上流側から列挙する。ただし、教育機関、神社仏閣は方のため除く。ありがとうございます。